ウリ銀行にお知らせいたします。本日の運営期間は午後6時までとなっております。6時までには地面から上るようにご協力お願いいたします。最近地震が多いですね。本日の運営期間は午後6時までとなっております。6時までには地面から上るようにご協力電車用品の設置とは、さらその、こちらなどの電車機関も、午後6時までとなっております。終わりニュース。6時までに、電車機関を、ご協力、お願いいたします。これらの人には、これ、何人とも、どういうこと？リクエストとか、どういうこと？どういうこと大塚さん。リクエストです。今度はライブありますか。友達がこのライブのチケット当たって行くみたいな。あ、そう。フリーランス。フリーストになってた。どういうこと？クエスト。リクエストって打たないでクエストって言ってしまったってことですね。でもそれすらこっちには届いてないってことなのかな。はい。FM ギノワンは毎日面白い番組をいっぱい放送中。このコーナーでは FM ギノワンのおすすめ番組や新番組、リスナープレゼントをご紹介いたします。まず最初はギノワン市社会福祉協議会チャリティーボウリング福祉バスへストライク開催のお知らせです。こちらは市民の皆様に気軽に集える場としてチャリティーボウリングを実施いたします。本収益金は地域福祉団体等が使用する福祉バスの購入費用に充てていきます。こちら期間が9月30日日曜日までとなっております。場所がギノワンボールレーントゥーセントラル町なとボールにて、参加費が2ゲーム代込み靴代別で1500円となっております。こちらのお問い合わせ先がお電話番号 098-892-6525 098-892-6525 です。どうぞご参加ください。よろしくお願いします。さて続いてがこちらですね、トロピカルビーチミュージックパーティートロパ2018開催のお知らせです。イエイイエイ。こちらが10月20日土曜日と21日日曜日、会場がこちらのギノアントロピカルビーチにてですね、でなんと入場無料となっております。はい。開催時間が朝の9時から夜8時半まで。たっぷりだね。そうですね。でこちらがなんと何ですか。20日21日、うん、2日連続続けて FM ギノワで特番の生放送が決定しました。よっすごい。こちらが夕方6時から20時20分ですね、うん、までの放送となりますので、皆さんあのラジオの方もぜひぜひお聞きください。お願いします。でこちらがこの季節の変動に伴い寒くなりますので、お召し物をなんかジャンパー羽織物だったりをご準備ください、うん、よろしくお願いします。でなんとですね、ちょっといいですか、はい、でこの内容をね、そうです、内容を、うん、ちょっと
内容をお話ししたいんですけど、はい、10月20日の方が、司会がナオピンさんで、はい、でいろんなアーティストがたくさん、いろんなアーティストが出て、その両日出るんですよね。そうです、ステージにはもういろんな個性豊かなアーティストが出ると。はい、そうです、うん、でちょっとだけ市場を挟むんですけど、市場を挟む、はい、どうぞ。10月21日の日曜日に出るアーティストの中の一組として、はい、私の友達の木田瑞希さんが出演するので友達なの？そうです、友達です。もう結構親友ですね。あ、そう、もう唯一の友達。唯一なんだ数少ない友達の中の一人。唯一って言ったら他の友達と思ってる人がもうショックだけどいやいやいや、もう本当に、なので、はい、皆さん そちらもちょっとチェックしていただいて、ぜひご参加ください。はい、ライブ以外にも何かあるんですか？そうです、ギノワンバルというもので、ほう、美味しい食事が楽しめます。あ、いいね、うん、いやもう本当に写真見てもすごい美味しそうで。どんなんがあるの？いやなんかもうお肉お肉お肉単純いやもうお肉、海でお肉食べれるってすっごい贅沢なことじゃないですか。いいね。いやもう楽しいです。いい、ね、でまたあの環境エコ体験とか、はい、看護の植え付け体験ができたりするので、うん、こちらの方もぜひチェックしながらご参加ください。はい、詳しくは、そうですね、詳しくは公式ホームページにて、はい、こちらの公式ホームページがトロパ 2018.com、はい、スラッシュです、はい、トロパ 2018.com と、はい、いうことになっております。スラッシュです、はい、どうぞご参加ください。よろしくお願いします。お願いいたします。そして続いてが沖縄県中小企業家同友会中部支部30周年記念イベント開催されます、はい、子どもたちの可能性を見つめ未来へ羽ばたこうということで、うん、こちらがそうですね、内容がですね、プログラムが3つに分かれていまして、はい、オープニングとして現代版組踊り観光の雨割りスペシャルアトラクションがあります。でそしてその次がパネルディスカッションとして、沖縄の課題と私たちができることということで、沖縄県子ども生活福祉部子ども未来政策課課長の岸場健太さん、はい、その他3名の講師をお招きしてパネルディスカッションを行いますので、こちらの方もぜひぜひチェックですね、はい、そして最後に関西京都今村組公演、あ、こちらが関西京都沖縄今村組の今村勝明氏が、はいはいはい、カーカーだ、カーカー本当だ同じですね。いやでも違いますからね、はい、でその方を主催というか、この勝彦じゃん、勝彦ですね、失礼いたしました今村勝彦さんです、はい、この方のこの子どもたちのダンスを通して、はい、自分の居場所を見つけた若者が発するパワーをご自身の肌で感じてくださいということで、あのこの今村組さんの結構ドキュメンタリーとかテレビとかでねよくやってますよね。ああ、そうなんですね、うん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 、いやでも本当にすごく盛りだくさんなので、はい、ぜひぜひ皆さんご参加ください。こちらの日時が9月29日土曜日、会場が2時で、うん、開演が3時からとなっております。でこちら会場が沖縄市民会館大ホール、うん、で入場がチケットが大人1000円、小中高生が500円、うん、幼児がなんと無料となっておりますので、ぜひぜひご参加ください、はい、お問い合わせがお電話番号098-859-6205 098-859-6205 となっております。チケット購入方法もいろいろ、当日券なども販売されるということなので、はい、で詳細についてはこちらもホームページの www.okinawa.dou.jp となっております、はい、こちら側もチェックして皆さんぜひご参加ください。お願いいたします。お願いいたします。じゃあですね、さらにじゃあこちらもお伝えしましょう、はい、お願いします。ね、はい、沖縄県赤十字血液センターからのお知らせです。献血のご協力皆様どうぞよろしくお願いいたします。明日19日水曜日、もう献血が沖縄市名護市早原町と、それぞれ伺っております。まあこの宜野湾の近いところで言うと、まあ、沖縄市かな、はい、沖縄市の沖縄市役所
がにて10時から11時45分、10時から11時45分、そして13時から16時30分、13時から16時30分行っております。その他もいろんなところで行っておりますので、ぜひ足を運びくださいませ。はい、よろしくお願いします。はい、以上沖縄県赤十字血液センターからのお知らせでした。ということで、FM沖縄ニュースでした。リクエストのやつないっすよね。なんか送ってくれたのかな。メールですかね。いや、あ、メールも。そういうのあったらいいよ。はい、そうです。こっちに乗ってお願いします。サザンブリーズ火曜日、はい、はい、お送りしてますけども、はい、さあ今週のメッセージテーマのありがとうですけど、うん、前野さんはどうですか。ありがとう、感謝伝えたいなっていう人。う本当にやっぱし最近の出来事で言うと、う、あの昨日昨日、うん、キキキリンさんが亡くなったということ、はいはいはい、ニュースで放送された、あ、昨日一昨日ですかね。一昨日かな、一昨日ですね、うんうん、いやもう本当に何だろう、すっごく本当にありがとうですね、うん、私がこうやってこの演劇を始めたっていうのも、はい、まあ、そのもきっかけとしてこの方の演技を見てっていうのもあったので。へえ、そ、どの演技というか見たんですか。いやもう映画とかで見たり、うん、あと CM で富士からの CM を、ね、結構前までずっとやってたじゃないですか、うん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 、その CM を見ても、うん、何だろう、何回も放送されるのについプッて笑っちゃう。はー、だし何だろう、本当に自然な形で見せてくれて、はい、うん、ですごい心も動かされますし、うん、もう本当にそれで私もこういう人になりたいってだったり思って始めたのもあるので。そうなんだ。いやもう本当に何だろう、いつかはこの映画とかでご一緒したいなっていうのも本当に目標として捧げてやってきたので、はいはいはい、いやもう本当にショックではあったんですけど、ね、うん、悔しいっていう思いが先に来たんですけど、うんうんうん、まあ、でも本当にありがとうですね。この方のこの演技ですごい心を動かされたので、いやもう本当に本当に本当にありがとうございました。もう本当に。え、すごいね。じゃあまあその、まあ、キキさんがね、まあ、お芝居を見て始めたわけでしょ、はい、あ、じゃあそのキキさんが、ね、いなかったらやってなかったっていう、そうですね、ところはね、あるかもしれませんから、うん、いやでも本当にいつまでもこの方の演技っていうのはこの映像の中だったりこの人の心の中っていうのも残してくれるので、もうそのものがすごく、キキキリンさんとかさ、はい、
まあ、映画の人じゃないですか、うん、そうだからなんかテレビとかじゃなくて、うん、テレビの人ってまあ結構前結構しょっちゅうよく身近な存在というかよく見かける人、はいはい、映画だけ出てる人って結構遠くな人って感じだからなんかね亡くなったとかっていうそうな実感があんまりないんだよね映画の出てる人って映画俳優の方々って、うんうん、だからこのまた今後作品をねまあおそらく見なくなってきてから実感するのかなとかね、そうですね思いますけどもね本当にすごく寂しいですけど、まあ、あの方キリンさんらしい最後だったんじゃないかなって私はこの一ファンとして思いますね。わかりました、はい、ありがとうございます。いえいえじゃあそんな、女優を前にしている前野さんのコーナー行きましょうか、はい、あやったスパ行きますよこの後にーーじゃあタイトルコールからお願いします、はい、どうぞ上原前野のシネマチャンネルはい始まりました。このコーナーでは映画が大好きな私上原舞乃がリスナーの皆さんにおすすめしたい映画作品のワンシーンを東さんと演じてその作品の魅力を存分に伝えようじゃないかというコーナーでございますはいわかりました、はい、で今回ご紹介するの、はい、早速やっていいですか。はいですよどうぞ。ご紹介するのが天然コケッコという映画です。ほう、はい、こちらが聞いたことないわ。あないですか。ないないない。こちらが、加穂さんと岡田将生さんが共演している映画でして、で、あらすじが小中学校合わせてもたった6人しか生徒がいない田舎の分校に、うん、東京から転校生の大沢、こちらが岡田将生さん演じる大沢くんがやってきた、はい、うん、加穂さん演じるソヨは都会の雰囲気漂う大沢に心ときめくが彼の冷たく乱暴な言動に戸惑いを覚えます、はい、しかし海水浴でのある出来事をきっかけにソヨの大沢に対する印象が変化し始めてというところですね。ほう。でそこの私が演じたいのがほうその海水浴でのシーンですね。海水浴でのシーン、はい、そこを東さんと一緒に演じたいと思います、はいはい、なるほど。じゃあそういうことは都会っ子が俺なんですか。そうです。うわ大沢くんが全然俺岡田将生って怒られるわいやいや全然東さんらしい大沢くん。わかりました、はい、じゃあ都会っ子ね。はい、はい、そうです。シュッとした感じね。そうです。わかりました、はい、じゃあ、行ってみたいなと思います。はい、ちょっと待ってね。ちょっとあれですかね。いけそうですか。え、音がない。今から始まるのね。はい、じゃあ、はい、始まりますよ。いやいや、もう終わりました。じゃあどうぞ。そうです。はい。じゃあもう一回いきますか。もう一回いきます。もう一回行った方がいいよね。行きましょうって言って BGM なってから読むようにした方がいいと思うんです。わかりました。はい、もう一回行きましょう。じゃあ行きます。
それでは千年子結構です。みんなで海水浴に来たソヨと大沢くん。帰り道で大沢くんは幽霊が出ると有名な橋から帰ると言います。みんなは海へ向かう途中にそこで怖い思いをしたので嫌だと断るが、ソヨは大沢くんと一緒に帰ることになり、なんでこっちの道来たかっていうと、二人きりになれんかなって思ってさ。わしと？うん。二人無言のまま歩いていき、橋のところへ来た。大沢、無言で橋から近いところに歩いてたソヨと場所を変わる。ソヨ、立ち止まり。あ、もしかして知っとったん？この橋のこと。ああ、親に言われてきたから。なんて？海行くなら拝んできたって。友達だったんだって。そうよ、橋の方に手向けられている花を見て、傍らに咲いている花を一つ摘んで、すげえ美人だったんでさでも失恋してさ。そがなこと面白おかし言うちゃいけんよ。摘んだ花を橋の方へ置き、手を合わせる。大沢くんも釣られて手を合わせる。大沢、すぐに目を開け、まだ手を合わせているソヨを見つめる。はい、ありがとうございます。いやー、ね、あのね、うん、全くね、マイルともコミュニケーションが取れてなかった。お互いに。そうですね。お互いに取れてなかったです。ちょっとね、トラブルが起きてしまいね。あ、なるほど、わかりました。そういうことだったね。オッケーオッケー。全くコミュニケーションが取れてなかった。なるほど、なるほど。音がね。お互いにね、お互いにね。そうですね、お互いに取れてませんでした。そこでギクシャクするっていう。いやでもシーンは無事やり終えましたかね。あ、なんかこういうシーンがあるわけですね。そうです。わかりました。このシーンがあって、その後にちょっと2人の夢くシーンがあるんですけど、うん、それは本当に皆さんに本物を見ていただきたいので、なるほど、そこはちょっと割愛いたしましたけど。わかりました。はい。ありがとうございます。またこの本当に物語がすっごいみずみずしい物語で、はい、青春の本当に田舎の街の、うん、ある出来事なんですけど、なるほど、すっごいなんだろうな、学生っていいなってなったり、ぜひじゃあ見ていただきたいですね。ぜひ見てください。天然子結構という映画です。はい、ご覧ください。ありがとうございました。はい、では続いて天気道路交通情報いきましょう。さあ、ではまずお天気からいきたいと思います。はい、今夜18日のお天気はこの後晴れ、降水確率 10% です。で、明日19日のお天気は晴れ時々曇り、降水確率 10% です。明日朝最低気温27度、日中最高気温は32度となっております。はい、はい、で、続いて道路交通情報いきましょう。はい、まずですね、一般道から行きましょう。はい、王者名から前原向け渋滞しております。王者名から前原向け渋滞、さらに前原から我如古方面も、渋滞しております。そして、山内、鈴木蘭
石平とそれぞれライカム向けがですね渋滞となっております。はい、はい、では続いて沖縄自動車道行きましょう。はい、こちらがですね、うん、現在、沖縄道上り北中城インターチェンジ付近に、こちらは事故車ですねあります。はい、でそして、こちらがですね、沖縄南インターチェンジ付近にも事故が発生しておりまして、はい、ちょっとここはね結構大きな事故になってるのかなっていうところで、そうですね、50キロ規制になっております、うん、沖縄道を上り沖縄北から北中城向け南向けですね、50キロ規制となっております。はい、この辺り運転する通行する皆さん十分気をつけてくださいませ。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。以上道路交通情報でした。サザンブリーズ火曜日、この番組はあなたの笑顔が見たいから町の小さな不動産や株式会社徳松産業徳徳ハウスの提供でお送りしました。売却のご相談、お見積もり無料、依頼があれば沖縄本島内どこでも飛んでいきます。お問い合わせは 098-851-3291 098-851-3291 まで、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということでございまして、はい、お別れですね、はい、また来週、明日もねよろしくお願いします。それではさよなら。ありがとうございます。ちょっとね、はい、途中であのハウリングが急にゴゴッと来たん で、 そうです、ね、なんかこの入れ替わりのタイミングで来たんです、それに焦って、僕が音響をミスるというやつですね。そういうことか。あれがあれだったのね。そうです、そうです。俺だからもう先にあれですね、やっぱし渡してた方が、いや渡してたというか、そうか、こっから鳴らしてくれ、そうね、音のきっかけがあるんだったら渡してもらえると無理だね。あ、なるほどなるほど。ちょっと打ち合わせします後ほど。ありがとうございました。ありがとうございました。